こんにちは。山形県山形市出身の山形の日だまり娘、工藤彩乃です。今年の1月29日に徳間ジャパンコミュニケーションズからさくらんぼ恋しんぼという、曲でデビューいたしました。その曲のポスターがこちらです。そして実物が私です。いや、もうほらすごい綺麗ですよね。すごい同じだと思うんですけれども、毎回この方はどちらにいらっしゃるんですかっていう感じで言われるんですけれども、どうか見かけたら、声でもかけていただけたら嬉しいなと思います。今後も、私らしくありのままで一生懸命頑張っていきますので、どうかめんこがってけろな。ありがとうございました。